こんにちは、ボーチェ編集部の佐藤です。こんにちは、ボーチェストの浜田光です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、こちらの水橋補助動製薬のエマルジョンリムーバーをご紹介していきたいと思います。はい。こちらのアイテムご存知でしたか？知ってはいたんですけど、今回初めて使ってみました。そうなんですね。なんか一見するとね、もう透明でお水なのかなって感じがしたんですけど、実は気になる毛穴対策にお役立ちのアイテムということで、素晴らしいですよね。で、何をしてくれるアイテムかっていうと、何だと思います？何ですか？あのですね、名前の通り、エマルジョンをリムーブしてくれるんですよ。そのままですね。では、改めてエマルジョンリムーバーのポイントをご紹介していきたいと思います。アルカリって聞くとなんだか肌に刺激になりそうなイメージがあるんですけど、不思議ですね。中和って言われてもなんかピンとこないかもですね。実際に皮脂とエマルジョンリムーバーが混ざるとどうなるか実験してみたいと思います。それでは実験スタート。人工皮脂を塗った板に水道水とエマルジョンリムーバーをスプレーしてみますね。はい。エマルジョンリムーバーの方だけ白濁してますね。すごい白い。すごい。全然そっちは透明なのに。そうですね。乳化。乳化。それでスプレーするだけで汚れが溶けてくるってことなんですね。やっぱり毛穴の汚れっていうとついついクルクルしたりとかゴシゴシしたりしたくなると思うんですけど、やっぱりこれは摩擦をしないでもこれだけ落ちるっていうところがポイントですよね。優しいですね。いらないものだけに反応してくれるのも嬉しいですよね。気になる使い方なんですけれども、クレンジングでメイクオフした後にエマルジョンリムーバーを全顔にスプレーして、その後に洗顔を使うという流れになります。はい。ということで実際私たちも試してみました。すごいです。汚れが汚い。見てください、これすごい汚れが溜まってます。浜田さん、使ってみていかがでしたか？はい、結構黒いトレーにたくさんなんか白い液体が出てきて、なんか多分すごい鼻とか結構気になってたんですけど、やっぱ皮脂が詰まってたのすごい実感して、で、なんかあとうち結構敏感肌なんですけど、ピリピリもせず結構気持ちよくスプレーできたのもすごい手軽に使いやすいなと思って、あとなんか皮脂が落ちたからその後が何だろう、乾燥しちゃうのかなって思ったんですけど、それもなくて、ね、全然気にならず、満足感がめっちゃ高かったです。なんか1回で結構すっきりしましたよね。ですよね。いや、私も本当に一緒で、こんなに白くなるかってことにまずびっくりしたんですけど、でもなんか結構小鼻のざらつきが気になってたところがすっきりして、でもなんか全く乾燥しないし、突っ張り感もないし、むしろもちもちしてるなくらいの、ね、なんかこうシュッシュってするだけでこれだけ綺麗になるってことにすごい感動しました。すごいいいですよね。他にもこんな使い方がおすすめだそうですよ。朝の洗顔料の代わりに、背中デコルテのプツプツ対策に、外出から帰ってきたらシュ、シャンプーの前に頭皮にシュ。結構いろいろ使えるんですね。そうなんですよ。なんか1回で全部綺麗になるってよりも、穏やかな使用感なのもいいところですよね。はい、本当夏のベタつきが気になるお肌にありがたいアイテムですよね。ですね。というわけで本日は水橋補助動製薬のエマルジョンリムーバーをご紹介してきました。皆さんもぜひお試しください。おすすめです。バイバーイ。